どうもこだまるですキタータオですじゃあ今日は B ファーストの旬とソータリュウヘイが NCT127 のダンスを踊ってるのでそちらの手をしていきますいやなんかさ TikTok でイリチルのさダンスやってるけどさこれなんか胸アなやつだよねいやそうだねでもちょっとごめん先言わせてキータロさんが一銀だなって言ってすごい距離感じたんでいやいやお前そうイリチルだけど NC <laughs> ってイリチルだけどほらあのベスティさん知らんかなと思って一応正式名称一銀なのね二銀なのそうそうそうわかりやすくわかりやすく <laughs> 距離距離感じて昔押しとったりねそ <laughs> そうそうそう,そう <laughs> すごいいっってなかっなかたたみ記憶あるんだけどめちゃくちゃライブとか行っとったけど最近ちょっとあんま行けてなくて <laughs> なんなら私の母親がいなんか入り替わるようにイリチル大好きだからそうで <laughs> 私の母親が <laughs> こんな場所のお母さんねあシズニーだもんねそう <laughs> <laughs> まあもう置いといてやっぱさなんかベニューでどっかで共演してイリチルとビーフ i ーストがで b ファーストのプルルルルルを見たジョンウがすごい良かったみたいなソータがやばいみたいなのをさ、うん、なんかちょいちょいなんかさ聞こえてきたじゃんこちら側にもベスティ側にもうんうん、うん、そうだねなんかどうやらソータ君がお気に入りっぽいいぞみたいなそうそうそうまあなんか最近のさなんかユータとジョンウのなんかトークのさ映像とかもなんかこう流れてきてさもう本当に ビーファーストのソウタにカバーしてほしいみたいなウォークカバーしてほしいみたいなのをジョンウンが言ってたりして、うん、でユウタが「ビーファーストやってください」みたいななんか言ってたりしたやつもちょっと話題になったじゃん、うん、当時そうだねうんからのこれアンサーだから「アホヤマテルマここにいるよそばにいるね」<laughs> みたいなみたいなアンサーソングみたいなやつ <laughs> そうだねだからそうだね多分 イリチュル側のコンテンツでね、カバーしてくださいみたいなこと言ってくれてて、で、今回 TikTok でそのイリチュルのウォークを、まあ、ソータはじめ、シュンドとリュウちゃんと3人でカバーっていうさ、だからあれだよね、TikTok のさ、本文もさ、ジョンこれどうジョン兄さんどうみたいな、なんか、コメントもしてくれてて、ビーファースト側が。うんうんうん。なんかさ、しかもさ、 ジョンウこれどうジョン兄さんどうとかさ、なんかジョンウって呼び捨てなのとジョン兄さんって言ってんの、うん、なんか誰かのセリフが違うんかな普通に。あー。ソウタが呼び捨てにしてて、ジョン兄さんって、まあ黒ブラが言っとるんかなえなんかさ、ジョンウって何,何歳何歳なん ?26 歳。98。2>, うん、2月生まれ。ソウタはソウタでも若いよね。もっとね。そうだね。うん。01やん。 23歳全然若いねあじゃあなぜか呼び捨てだけど <laughs> <laughs> 大丈夫かな <laughs> 大丈夫かな <laughs> 大丈夫大丈夫大丈夫りょうきがおるから大丈夫かなわからんけど <laughs> そうかそうかそか <laughs> いやそうそうそう嬉しいよねそのさうちらが見える形で交流しとるのめっちゃ嬉しいよねうんいやそうだねだからこれもあれなんかなその言うたから漁旗へ漁旗から ビーファーストみたいなさなんかそういう伝言とかあったんかね伝言っていうかさ<ー>その連絡うんやったよーみたいなね例えばねうんだからそうやってねーとかさあーなるほどね <laughs> うんうんえー、でもすごいじゃんなんかいいねそのさまずソータの ま,あまず B ファーストがすごいお気に入りみたいなのまず嬉しかったしさ。で、その中でも、ソウタのあのプルルルがさ、やっぱ、ね、衝撃的だったっぽいからさ、なんかイリチルのコンテンツの中でもさ、プルルルルのとこだけやってたりさ、なんかしてたじゃん。うん、なんか調べたらすぐ出てくるじゃん。そうだね。なんか多分これさ、普通にライブかなんかのさ、練習っていうかそう、なんかそういう雰囲気だよね。なんか。うん。批判みたいなうんうん、うん。そうそうそう。明らかにあのプルルル,ルやっとるもんね。<laughs> メインストリームの。うん、いや、そうなん。 めちゃくちゃ、めちゃくちゃお気に入りっぽい感じでやってるよね。<laughs> そ,うそうそうそう。そうだからさ、これジョーン見てさ、やっぱこの、震えとかにやっぱ感動するんかね。今回もさ、だいぶこうアニメーションのさ、ブルーンでやってとかすごいね、か。ブルーンって。うん。確かに確かに。<laughs> <laughs> てか、ごめん。ジョーンがさ、やってるやつさ、最初なんかユータが近くで見ててさ、はーって感じだったのに、なんか誰も見てないとこでもやってるやつあっておもろいよね。誰も <laughs>。 誰も見てないのに震えてるジョンやりたいみたいなねブルンみたいなそう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 ,そうなんか結構近年まりに見るいい交流だよねこういうのってねうーんいやー嬉しいだって本当にさザ・ k p o p のさイリチルと、うん、ね BE:FIRST がっていうさ、うん、なんかまあその「両機と「悠タのさ絡みはあるからさなんか土台はできてる っていうののあるけど交流の上ではでも音楽性っていうかさ、うん、そういうのでなんか交わらなそうな2組がこうやってなんかいいよねうん、うん、交流するのうんうん確かにねでもなんかさイリチルの曲さなんかあんま詳しくなかったんだけど見たらさ結構ヒップホップでさまあ確かにメンバーは好きそうだなとは思ったじゃん、うん、BE:FIRST のねあー確かに確かにそうだね、うん、ねそうてかさイリチルさなんかステージ見たらさそのね テヨンもさ平気でおらんしさなんかテイルもおらんしでなんか <laughs> 7人ってあってすごいびっくりしたよね <laughs> なんかね、うん、いやそうなぁねえテヨオンってやっぱさもうずっとセンターっていうか絶対的センターみたいな感じだったからうん、うん、なんかちょっとカラーがねなんかまた違うイり散るみたいな感じだったよねそうそうそう,そう,そう,そうなんかちょっと不思議な気持ちになったっちゃう, <laughs> もうごめんいり散るの雑窓なんだけどごめんごめん <laughs>、うん、<laughs> でもさこれさなんか あのいりちるのやつも見たけど、そのどこ踊ってるんだろう。っていうのはなんかあったんだけど、結構オリジナルで作ったっぽいところあるよね。この、うん、ね、ソーダとかが中心にね。多分ね。だからちょっとカバーとオリジナルみたいな。混スター動画だよね。この tiktok はね。うんうん、うんうん。でもやっぱまあそういうの期待しとる。じゃ、多分ジョンギーさんはうんうん。そうだね。おそう。来たかみたいな感じで思ってくれてるよね。きっとね。うんうん、そうだね。そうだね。 だからさこれさ本当に今さそのも何な,ならさ今収録してるさ1時間前に上がった動画だからこの TikTok がうん、うん、もうさ多分ほやほやな動画だと思うんだけどこれ多分あのバズリズムの裏側とかでやってくれてるんだよね、うん、きっとねバズリズムライブのあーかーあれ衣装ってあのインスパイア東京と,とも同じかフェス衣装だもんね そうそうそう、今年のフェスはこれってことですかねああ、なるほど。まあ、そん時かもしれんのか。ああ、なるほど。まあまあ、でもここ最近だよね普通に考えればね。うん。え、てかさ、ごめんもう話変わるけどさ、この衣装でさ、80s のやつ行くんかねいや、80s はさ <laughs>、まあ、フェスっていう位置づけじゃなさそうってかさ、なんていうの。その、オープニングアクトとしてさ、多分行くから、またちょっと違うお衣装じゃないかな。うん、ああ。 気になるよね、そのね、うん、なんかどういうあれなんか個人的には統一感あるやつで言ってほしいなっていう気持ちなんだけどそうだねそうだねうんってかそれが好きだからっていうのはあるんだけどさ <laughs> その統一感ある感じの、うん、そうえー、てかさあれねね,ねてかさこのさ動画撮ってる日が、まあ、バズリズムのやつが終わった日じゃん終わったあとじゃん、うん、で、うん、まあ出す日は土曜じゃんでもうそろそろ エイティーズ出るかにそそみたいなさあれじゃんそうだよねだって日付的には2021だったよね確かねそ<う>で、まあ、バズリズムが19日にあって、まあ、日付ねあの変わるとはいえね結構すぐだもんね20日って言ったらねうん、うん、そうそうそうなんよハードスケジュールだからさなんせ <laughs> ねえ <laughs> なんかしかもその韓国行くとかじゃないもんねなんかアメリカだからなんかすごいなんかね近場なわけじゃないじゃん国もうーんそうだねえてかささすがにエコノミーじゃないよねビーファーの <laughs> 飛行機の話さすがにいやだってこんな売れてんだぜそうだよね<ー>なんか夢あるよね多分ねさすがにビジネス以上だよね<う>多分ね うん、社長はちゃんと用意してくれとっちゃそうやっちゃうそうやっちゃう私さ社長のさ、うん、マネージャーさんのさなんか動画みたいなやつ見たけどさ福利厚生うんみたいなマッサージ月一であるみたいなさ、うん、そんなん見たけどさ、うん、わそんなにいいんだって言ってさエコノミーロサンゼルスだったらびっくりするもんね <laughs> うたに <laughs> みたいな <laughs> 大丈夫自社ビルにサウナもねつけてくれる社長だから <laughs> 大丈夫だよそこはそうだよねそうだよね <laughs>、うん だからさその、何かしらのやつでさ、なんか自撮りでさ、飛行機でさ、ビジネスだよみたいな雰囲気のやつは、なんか上がってくるといいよね、<laughs> 何かしらで。 ちょっと後ろに見える席がなんかちょっと豪華っぽいなみたいな,なんかちょっと囲われてんな <laughs> 囲まれてんなみたいな <laughs> そうそうそうでもわからんよミファーソンってさギュッとしても別に生きていける人たちだからさエコノミーかもしれんし、ね、<laughs> ギューってエコノミーでもさ楽しんでやれそうだよねなんかそう <laughs> やれ固まって <laughs> <laughs> うんまあでもさすがにやれかもうドームアーティストは、えー、ビジネスですわ多分そうだねうん出会ってほしいってかだだよねだよね うん、えー、でもさ楽しみだね行く方もさ今頃準備してもう行っとる <laughs> そう思ったら、うん、いやそうだねねあの我々のさコメント欄にもね行きますって方いらっしゃったよねいらっしゃったね、うん、興奮しちゃったよ <laughs> つい,いね,ね <laughs> うわーいるーみたいなすげえってなったよね <laughs> いやーすごいもうなんか「行きます」みたいな, <laughs> なんか強い、うん、かっこいいって思ったよねかっこいいね ななんかそそううういいのさらっと言える人になりたいわえそうだね <laughs> ポーンってなんか、ね、時間もお金も出すぜみたいなさあれやりたいよね。い,いいよね。いやでもあいえちゃんそんなねだってそんなすっごい曲数やるわけじゃないだろうから多分さ。うん、うん、ねその後々発表された、ね、情報だとオープニングアクトって言われてたからって言ったらもう本当ね数曲って感じじゃんね。 うん、オープニングア,アクトってどれぐらいやるの、うん、私あんまりそのなんかあんまわからんがんだけど23曲三曲 ?23、うん、曲じゃないやってそうだよねうわうわって感じだねあとそもそもさなんか社長のさラジオにさエイティーズの本潤さんとかもなんか もう一人超焦っと忘れたけどミニューだったっけななんか言ってたらしくてそれでそこでまた次会いましょう LA で会いましょうみたいななんかさらーっと言ってたっぽくてだから実は結構前にもうちょっとポロって出てたやつっぽいよ LA で会いましょうあなんかそれもなんかコメント欄で頂い,いたんだっけななんか俺も見たうそうなんかうんねなんか伏線みたいなのあったんだねそう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 本当にもう実現するよね私今週っていうのをさっき気づいてえ早、うん、ないみたいな <laughs> なんか 結構急ない感じだね。やっぱりね。うんだって。発表からほんとちょっとしか経ってないもんね。うん、うん、そうだよね。まあ、ちょっとベスティさんの中ではすっごい長く感じたね。うん,うん、時間だったかもしれんけど、やっぱ色々あったからそうだね。色々あったから、うん、うん。いや。でも本当はという。まだね。発表されてからね。 えなんか開演時間もあんま私分かってないからさなんか日本時間でいうどれぐらいのタイミングで公演が始まってそのいわゆる映像がブワーって流れ出すんかなみたいな結構気になるよね確かにそうだよねそうだよねだってね SNS ってかそかスマホで撮っていいパターンがほとんどだから、まあ、流れてくる可能性、ねはい、大だもんね大だよだからいつもと違うアングルの b e f ファストみたいな定点ですごい下から撮ってやってみたいな近めのみたいな。 やばーい,えそれいいいいそれねね早く見たい、ね、えてかさごめんちょっとさ話 TikTok に戻すけどさ今度さイリチルがさ日本とか来てくれた時とかにさ一緒になんかやってくれそうじゃないチャレンジみたいな。あーそうだね。あってかもう全然あるねそれもね。ねえ。なんか ユータはさ、もちろんね、ちゃとやってくれたけど、なんか、ジョーンとっていうのはさ、ちょっとね、その、ついてくれてるって思っとるからさ、お願いみたいな気持ちがあんねんか、やっぱり、こちらとしては。うん,うんうん、そうだね。そうそうそう。なんかさ、み、それ、それですかね。今年の、あれかな夢かね。<laughs> 目標というか。うん。そうだね。あと、あとはそのさ、ジョーンがその練習の合間にやるやつじゃなくて、TikTok でメインストリームやってくれたらもう最高じゃない 確かにそうだねそうだねあメインストそうだね、うん、プル,ル,ル,ルー一緒にやってほしいねやるや,るてプルルやってほしいそうだねそうだねもうそうもしやらんかったらオタクがさ照らし合わせてくっつけるだけだよねそんなんね <laughs> そうよオ,オタクやりそう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 以上でね今回は BE:FIRST の旬とそうた竜兵が TikTok でね「いりちりのウォーク」を踊ってくれたのでそちらの話をしてたんだけどいやらんかね 嬉しいねこういう交流見れるのねそうだねてか粋だよねなんかさ急にチャレンジ取ってさやろうやろうとかなってんのうん、うん、いやそうな,なんか嬉しいよねなんかそう向こう側がさそうやってねやってくださいみたいなのを言ってくれたのを本当にちゃんとなんか返すっていうさ勇、うんまあ、有,限有限ちっこっていうかそうか何ていう自分たちが言ってないけどなんかそのそういうの大事だから人生。<laughs> 律儀なその筋を通すみたいなやつそう <laughs> そうそう,そうなんなんか約束約束ってか別に約束してたわけじゃないけどそなん,かなんかそういうのって大事だからそういう、ね、うか、んうんうん、人との関わり合いみたいなね。<laughs> 学,学,びそ学びがすごい深いね思った以上そう,学びいやそうないやそういうことだから結局人生ってそうだね何があった本当に話だらけ何があったんだよね本当にね <laughs> 何もないけどなんかすごくいいなと思ってなんかそうだね、うん、あとまあ LA もやっぱね楽しみだよねどうなるか、うん、いや本当に ね、なんか LA でパフォーマンスする BE:FIRST っていうのを早く見たいよねそうだねてかあの観客の方の反応とかが楽しみで、ねうん、どこでどう沸くんだろうみたいなさ確かに海外,外の方ね BE:FIRST のどこに刺さるんかなとかねうん、うん、てか何をやるかも結構さね、うん、気になるっていうか確かに確かにフェスだったら大体ねほんと10曲とかさ10曲 ね、前後っていうか、10、ね、曲以上やるときもあるしさ、なんかいっぱいね、やれるっちゃやれるけど、オープニングアクトって言ったら、ほんと限られた曲になるから、何をさ、出してくるかだよね。その、もう、うん、決められた制限の中で。そうだね。え、なんかさ、えバンドかね、まず。ああどうだろう。なんかそれも気になるし、 なんかもし、まあ、バンドじゃなくてもいいんだけどスクリームとかどうかなみたいなさなんか分かりやすくうわー,ーってなったりするし確かに確かに確かにう,うわーそうだねでもさスクリームってさそのさビアーのライブだったらライブの流れがあってうわーみたいなとこあるじゃん,んけどそのさ2曲か3曲の中でさその持ってけるかね、まあ、持ってけるか<ー>持ってけるけど、うん なんかまあ最後、うん、一番最後とかね23曲やるうちの一番最後にやるとかだったらなんかスクリームもういいねでもうん、うん、そうだねなんかそれわあ」ってなんかなってなああ確かにそうそうそうなってほしいなーってやっぱ思うからでもいいねいやいいと思うスクリームねわ分かりやすく盛り上がれそうな感じもあるし、うん、そうだねそうだねうん確かにね「わあ何選ぶかもうなんも気になるねビファースそうだね、うんうん、だねからさ ビーファーストの次の活動が楽しみだよねそうだね <music>